5月5日木曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そして、ポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。そして、木曜日は、こんにちは、日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎、ズーム、そこまで言うか、スペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、今日は特別企画でお送りいたします。いかん。どうしましょう。私がもしリスナーで、今日これを聞いていたら、はい。録音だなと絶対思うよねこれ。ああなるほど、スペシャル企画で、スペシャル企画で、だってそんなに1日2日で大きな動きがなさそうな、まあね、状況だし、そうするとこれ、まあ、事前に昨日あたりに収録しといてだな、1日本当は休んだに違いないとか思われちゃ侵害だ。侵害だ。生放送でやっております。生放送ですよ。証明しなきゃいけませんね。そうですね。今、有楽町日本放送は、外いい天気です。いい天気ですね。はい。気温が何度ですか ?24 度。あ、24度。結構上がってますね。はい。湿度 49%。もう絶好の行楽日和で。行楽日和で。で、生放送らしいことを言いますとですね。はいはい。この話は一昨日ちらっとしたかもしれませんけれども、銀座4丁目の角を歩いていてですね、この2年間ぐらいの間に、うん、新型コロナウイルスの抗体検査所っていうのができててですね、下品な客の呼び込みをしてたんですよ。下品な、銀座にしては下品な呼び込みだなと思ってたらですね、そこがその後ですね、はい、PCR 検査所になって、やっぱり下品な呼び込みをしていたんですよ。下品な呼び込み。何なんだよ、これと。ね、銀座で、銀座4丁目の角に近いところですよ。おいで、今週2、3日前に歩いていたら、この番組でこれはご報告させていただきましたけれども、はい、健康食品関係の、ね、そうそう、あ、一昨日喋ったんだ、その話、はい、健康食品関係の、PCR 検査所が潰れてですね、なんか、健康食品みたいなもののアンテナショップになってたんで、そこを通りかかったんですね。一昨日は、まあ、これをご報告した時にはですね、その店の前を単にスーッと通っただけなんです。ところがね、網膜の裏側の方にですね、はい、残像が残ったんですね。どうも一昔前の時代遅れだというと、やってらっしゃる方に大変失礼ですが、うん、一昔前のタバコの CM をやっているような、うん、昔、今もあるのかないのか知りませんけれども、うん、新橋という駅の近くの JR のガード下のところに、うん、バドガールという店があったんですよ。はいはい、ありましたね。ありましたね。バドガール。あの、ちょっと有楽町の方に行ったところの。そうそう。はいはい、あれね、なくなった。ピッチのボデ、あ、もうなくなりました。なくなった、なくなった。ピッチピッチのボデコン。あ、いた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 。これ、それ自体がセクハラじゃねえみたいな、なんか。今も考えるとね。今もないです。今もないです。いや、懐かしいっすね。行きましたね、そういえばね。で、一時期の、まあ、今もどうなんですかね。レースクイーンっていう職業はあるんですか？あると思いますよ。そうですか。はい、まあ、どうなんですかね。これだけジェンダーが言われる時代に、レースクイーンっていうのもどうなのかとは思いますけども、レースクイーンみたいな感じの、私のおととい、網膜にこう残像として残ったのが、はい、あれ？今の元 PCR 検査所で今なんか自然食品の販売所みたいなところになってるところの、あ、なんか結構ボデコンっぽい、レースクイーンっぽい格好したお姉さんが、若いお姉さんがいたよなぁと、通り過ぎてから思い出したんですよ。なるほど。ね、で、それで昨日、おととい、まあその話をしましたよね。はい、昨日確かめに行ったんです。わざわざ。昨日確かめに行ったんです。確かめに店の前を通ったらですね、パン、やっぱり、ボボ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 これ銀座というところはいいとこだなと。なんか街歩いてるだけで、日本ってすごいですよ。街歩いてるだけでティッシュペーパーとかくれるじゃないですか。くれますよね。普通の国はティッシュペーパーは買うものですよ。日本は街歩いてるとタダでくれますからね。ティッシュペーパーどころか、はい、なんかその場で食べられるような野菜までくれるわけですよ。ほんで昨日それをポリポリ食いながらですね、この有楽町の日本放送に来たわけですね。で、今日も同じ道を歩いてて、はい、そうだ。あそこ通れば、またもらえると。買ってください
よ、いい加減。こう思ったんです。またもらえる位置が偉い。またのボデカのお姉さんが、ね、食べるものを手渡してくれるんじゃないかと。なんか、で、ちょっと遠回りだったんですけど、わざわざ迂回してですね、ちょっと遠回り。で、道、実はですね、はい、反対側に渡っちゃったんですよ。それから思い出してですね、信号が青の間に全速力で戻って、わざわざ戻ってその店の前を通りましたがな、はい、通ったと思いねえと、くんなかった。いや、覚えられちゃったじゃないですか。くれねえの会みたいな。またあのおじさんよって言われてるんですよ。あのさん、3日目だよ、なんつって。その後、バックヤードで話題になったり。3日連続で、同じ時間に通って、昨日なんか受け取っていったけど、今日はね、絶対狙いに来たからあげなかったのって、裏で絶対喋ってんじゃないかと思うんだよね。あれあれ、革ジャンのあの人。いや、ね、どうでしょうか、皆さん、これだけ喋ると、生放送だということを認めていただけますでしょうか。はい、別にそのボデコのお姉さんの話をしたかったわけではなくてですね、今日はなんとかスペシャルというと、ね、事前に録音してると思われちゃうね、冗談じゃねえよと。一生懸命働いてんだ、これ。誰かに似てるとかありましたか。はそのお姉さん。ボデコのお姉さんです。はい、ね、僕ね、今、割とね、今田美桜にハマってんですよ。今田美桜って知ってます？かわいいメイク、ね。ちょっと前まで中条あやみとか、ほら、本田翼とか言ってたじゃないですか。やっぱりね、次々やっぱりね、トレンドに乗らないと、ほら。今は今田美桜っしょ。あれ俺も大概いい年だよな。本当に。いい年でお子さんも大きいし。そうなんですよ。それね、もうちょっと訃報がね、私の66歳なんですけど、私と同い年の66歳の有名なアクション俳優さんが亡くなられたという話がね、直前に報道されて、ね、渡辺裕之さん、はい、自宅で亡くなられたという話が、66歳で、あれと同い年だなと思って、すごいそれが衝撃で、はい、まあそんなこんなで、これは確実に生放送ですね。そうですね。確かにそうですね。あんまいい話じゃありませんけれども、はいはい、本当に申し訳ないですが、こんなもんで生放送を証明するのは、ちょっと申し訳ないなとは思いながらやっておりますが、ね、ということで、本日生放送で、はい、これからウクライナ情勢がどうなるのかというのを専門家を交えてお届けするという、そういうことになっております。はい、専門家だけではありません。岸田総理にも参加していただきます。偽物です。まさにしっかりと演じていきたいと思っております。偽物かよ。当たり前じゃないですか。まあ、なかなかね、今ご本人イギリスですからね。イギリス、イングランド、イングランド、イエス、グレートブリテン、アンド北アイルランド連合王国。今日のテンションはね、イングランドってさ、日本語で英語はイギリスはイングランドって教えられるじゃないですか。教えられます。でも、はい、イングランドって今イギリスの一部分の一パートですよね。そうですね。あれ正しい、はい、イギリスはイングランドというふうに教育するのは正しいんですかね、あれは。どうなんですかね。あれ正しくはグレートブリテン&北アイルランド連合王国ですからね。そうですね。はい、ね、だから、UK ですもんね。そうそう、ユナイテッドキングダムです。ユナイテッドキングダムですね。だから、あそこはだから、ウェールズ、はい、スコットランド、イングランド、それから北アイルランド、はい、これ合わせてグレートブリテン&北アイルランド連合王国でイギリスですから。はい、だからイギリスを学校英語でイングランドと教えるのはどうなのかなと昔から疑問に思ってるんですけども、まあいいや、そんなことはどうでも。そうですね、今考えることじゃないですよね。おっしゃる通りです。3時39分になりましたからね、はい、さあ今日はですね、来週の5月9日がロシアの戦勝記念日にあたるということで、ロシアによるウクライナへの侵略についてスペシャルで5時半まで議論していきますね。よろしくお願いいたします。では、うん、為替を今日お伝えしておきましょう。はい、東京株式市場お休みですんで、為替、海外の相場等々動いておりますが、1ドル129円30銭付近での取引、昨日のこの時間と比べて80銭ほど円高になっております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。この後すぐ専門家の方お二人をこのスタジオにお招きいたしまして、徹底議論していきます。一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん、そしてもう一方は防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さん、お招きいたします。でいつもね、3時台にお送りしていますズームフラッシュ、それから4時台の夕刊フジのコーナー、中継のコーナーは今日はお休みになります。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を今日もお待ちしております。
メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。まあ、そんな中、今日もお送りいたします。はい、ズモンミュージックリクエスト。あるんかい。あるんです。あ、そうですね、うん。これはもう生放送じゃなくてできませんから。そうですね。はい、今日のズームオンミュージックリクエスト。はい。駅前で配られているティッシュを自分だけがもらえなかった時に聞きたい曲。ああ、切ないな、それは。戻ってもう一遍もらってろかと思うよね、あれ。思いますね。どうせ俺にくんねんだよって思うよね、あれ。そこで止まったりなんかしてね。で、もらってみたら、女性向きの美容院のやつだったりなんかして、それでか俺がもらえなかったのは、納得することはありますけどね。はい。はい。まあ、じゃあ、そんな曲をね、なんで選んだかっていう理由も添えて、zoom@1242.com までお寄せください。さあ、この後しっかりとロシアによるウクライナ侵略にズームしていきます。有楽町日本。ごめんなさい、その前にいいですか。何ですか、急に。ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論という、飯田くんが事前に録音した怒鳴りさ、なんか変じゃねえか。なんで？なんか変じゃないですよ。すごい違和感あるよね。ロシアによる。それ、岸田総理ちょっと入ってる？ああ、要素として入ってるかもしれないですね、ちょっともう一遍やってみてくれる？ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。どのくらい徹底議論するんですか？まさにしっかりと議論していただきたいと。ちょっと専門家の紹介本当ですよ。失礼しました。ごめんなさい、本当に。本当に真剣にお送りしていきますよ。ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論です。専門家の方をお迎えしております。国際政治学安全保障論がご専門の一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先日お出いただいた時にはですね、はい、秘密の場所にいらっしゃったんですよ。秘密の場所にいらっしゃった、はい、秘密の場所にいらっしゃって、ご本人最後まで口を割らなかったんですが、どうやらサッカーを見に埼玉県にいたんじゃないのって噂がありまして、噂が、はい、真偽のほどは分かりません。真偽のほどは分かりません。そしてもう一方ご紹介いたします。安全保障論日米同盟がご専門です。防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ものすごく物々しい肩書きなんですが、平たく言うと公務員ですか？はい、ただの公務員です。いやいや、ただじゃないんだけど、公務員でいらっしゃるわけですよね。そうですね、はい。ちなみに防衛省防衛研究所ってどうやったら入れるんですか？あ、普通に試験を受けて、公務員試験ではない、我々が独自でやってる試験を受けて入ります。その防衛研究所の試験っていうのがあるんですか？あります、はい。どんな試験なんですか？まあ、語学であるとか、専門であるとか、専門は、まあそうですね、国際政治とか安全保障の専門についての知識があるかどうかを見る。そうですね。格闘して相手組み伏せるとか、そういうのないんですか？あ、実技ないです。実技はない。ちょっと。何を聞いてんだ、イダ君。いや、僕今一切黙ってましたからね。嘘嘘じゃないですよ。あ、そうですか。わかりました。はい。でも、あれですか、自衛官になるんですか？いや、自衛隊員。自衛隊員になる。だけど自衛官ではない。教官ですね。自衛、で、いつもどこにいらっしゃるんですか？いつも市街の防衛省の敷地の中にいます。ああ、はい、そうですか。はい。まあ、だから、自衛隊の人だから、はい、ね、秘密事項は喋ってもらえないですけど、噂によるとですね、何ですか？市街の防衛省の下にはですね、はい、地下司令所みたいなものがあってですね、ほうほうほう、そこよく007とかですね、ほら、マーベルの映画の中に出てくるような、なんとか指揮所みたいなやつが地下にあるらしいですね。それ秘密じゃないですね。はい、秘密じゃない。それ秘密じゃないですよ。それ秘密じゃないんだ。007がいるかどうか知りませんけど。ああ、そうですか。はい。そんな感じです。そんな感じです。はい、ちなみに、あれですか、はい、一時あそこにパトリオットありましたよね。今もあります。あ、今もありますか。はいはい、パトリオットっていうね、はい、迎撃ミサイルは、はい、要するに、SM3 みたいに、飛んでくるやつを途中で落とすわけいかないんで、そうすると、こう、着弾する直前にこう、迎撃するわけですよ。はい。だからやっぱり何かあった時に、やっぱり市側の防衛省のあそこが指揮所になってくから、あそこに着弾するといけないから、あそこに向かって落ちてくるやつを迎撃するために置いてあるんですよね、あれ。まあそうですけど、あと国有地じゃないと置けなくて、まとまった大きさがある国有地が、あの辺だったらそこしかないので。
逆に言うとパトリオットってやつは、はい、あの拠点防衛なんで、うん、じゃあそこの一概に置いてあるパトリオットで関東全域の降ってくるミサイル止められるかっていうとそんなことはないんですよね。それ無理ですね、はい、だからピンポイントで迎撃するためのミサイルですから、うん、どうなんですか本気であの北朝鮮がミサイルぶっ放した時にどの程度迎撃できるんですか。まあ、最近ね、あの、はい、モスクワっていう、巡洋艦が撃沈されたじゃないですか。で、おそらくあれはミサイル防衛システム乗ってる船を撃沈してるわけだから、多分、飽和攻撃みたいな、つまり迎撃できる数のミサイル以上のものを飛ばして、っていうようなことが、まあ、常識として考えられるとするならば、本当に北朝鮮が、ノドンだとかっていう、短距離の日本を射程に収められるようなミサイルを飽和攻撃で発射したときに、現状の日本って迎撃できるものなんですか？まあ、その時は、いわゆる武力攻撃自体になって、またミサイル防衛の体制も変わるので、ええ、今は、その、いつ行われるかわからない北朝鮮の挑発的なミサイルの発射で、万一落ちてきた時に備えるためにやってるんで、その戦争に備えるのとはまたちょっと意味が違う。まあ、数も違う。まあ、なるほど、はい。非常にデリケートだし、まあまあ、そんなことを想定すべきタイミングでもないのかもしれないけれども、現状においては、ノドンが降り注いだ時に全部を止められるような状況にはなってないということですね。まあ、十分な確率での迎撃はできるという判断ではありますね。なるほど。なるほど。はい。というぐらい、今日は、はい、何聞いても答えていただける専門家の方をお招きしているという、うん、そういうことでございます。おっしゃる通りでございます。はい。はい。本題にぼちぼち進んでいきたいと思います。はい。じゃあ、少しずつテーマを決めて進めていきたいと思います。辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャル。ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。この時間議論するテーマはこちらです。ロシアによるウクライナへの軍事侵略の現状。ウクライナ軍は昨日、西部リビウや南部オデッサなど合わせて8つの州でロシア軍による変電所や駅などインフラ施設に対するミサイル攻撃があったと発表しました。まあ、5月9日を目指して何をロシアはしてくるのか、ウクライナはどうそれに対応していくのかというところ。そうですね。まずじゃあ現状分析からお願いしましょうか。秋山先生、はい、これ戦争始まって2月の24日ですか。そうですね。はい、侵攻が始まったの、はい、それから一月半。いや、違うか、ね、もう2月ちょっと。2月ちょっとか。2月半になろうとしてるんですね。はい、うん、そうですね。という現状、今の現状、どういうふうに見てらっしゃいますか。はい、これ、まあ、2ヶ月長いように感じるんですけど、多分、戦争の、まあ、他の戦争なんかと比べても、なんとなくまだまだだなっていう、ふうなに見た方がいいんじゃないかなって気がするんですよね。で、まあ、当然これは、ロシア軍の、まあ、こう物資のサプライ供給がどれくらい続くかっていうことにもかかってくるのかなと思うんですけれども、まあ、他でいろんなところで、まあ、かつて戦われていた戦争とかをと比べてみると、まだ2ヶ月って、それほどでもないのかなと。で、その中で、ちょっとこう、僕戦略が専門ではないのでちょっとただの感想になっちゃうんですけど、一つはやっぱりロシアの戦略として一貫性がないんだろうなと。なで、最近の南部でのインフラへの攻撃っていうのも、これザポリージャの原発が、はい、まあ、ロシアによって攻撃された時に、ええ、当初意図が何なのかなっていうことで、例えばまあそこを抑えたら電力の供給が滞るわけですよね、はいはい、で、そういうこともやろうとしてこなかったと。にもかかわらず、その一方でこの後に及んでというか、この時期になっていろんなインフラに攻撃してくるというのが、もう少しなんか本当だってうまくやるはずなんじゃないかなっていう気はちょっとしてたのと、それからあとはやっぱり戦略だけではなくて、なんていうんですか、軍の連動が結構低いんじゃないかなっていう気がしたんです。ここ多分高橋さんの方が詳しいと思うんで、ちょっと振りたいなと思ってます。高橋さんに聞きたいんですけども、はい、ぶっちゃけ2ヶ月半経って、はい、私みたいなど素人の目から見て、あれ？ロシアの、だから核に頼らない通常兵器を扱う軍、ロシア軍って弱いんじゃね？と素朴に思うんですけど。まあ、強さ弱さは相対的なものなので、相手によるんですけどね。で、あと、まあ、
地上戦というのはやっぱり時間がかかるものなので、はい、1日2日じゃ決着つかないですから、まあ、1週間とか2週間とかっていうもので見なきゃいけないんですけれども、まあ、その、まあそういう前提の上でのお話にはなりますが、ただ、ウクライナ軍がここまで戦うとは多分思ってなかった。戦争が始まった時に。で、ただ戦い始めたらウクライナ軍は戦意も高いし、あとは西側からの装備品を含めて装備のレベルも高いということで、まあ、ウクライナ軍とロシア軍の相対評価で言うと、ロシア軍は最初に思ってたほど強くはなかったよねっていうことは、まあ、間違いなく言えるのかなとは思います。まあ、私なんかその軍事の専門家じゃないんで、イメージから言うと、ロシアの強大な軍事力で、まあ、ウクライナ中でも、軍事大国というイメージはないわけで、最近の戦争で言うと、湾岸戦争だとか、イラク戦争だとか、アフガニスタンの侵攻だとかって、まあ、ほぼ数ヶ月で、片付きましたよね。だそっちのパターンか、あるいはかつてのベトナム戦争みたいに泥沼化するか、アフガニスタンのソ連の侵攻の時みたいに泥沼化するか、はい、どっちかで言ったら、まあ、数ヶ月で決着ついた湾岸戦争、イラク戦争、アフガン侵攻ぐらいな、戦いになるのかと思ったら全くそんなことなくてですね、どうなるんですかこれから。まあ基本的には長期化、少なくまあ年単位の長期戦というのは動かないと思うんですよね。そのまあロシアといえば最初にやっぱりその私は二頭を追うって言い方をしてるんですけど、はい、その二つの目標を追ってしまったと。つまり東部ドンバス地方の制圧とキーウの制圧攻略っていうこの二つを狙った結果二つともできなかったっていうのが、やっぱり大きな、まあ、戦略上の、誤りとしてはあって、その段階で一つに絞ってたら、一つは達成できた可能性あると思うんですよね。で、もう、ウクライナも、戦うことが、戦う準備ができたし、西側の支援も入った段階で、その、一途に絞った。つまり、ドンバスの攻略に絞ったけど、それはその時すでに遅かったと。で、ドンバス攻略、仮にロシア成功しても、それで戦争終わらないですから、キーウの攻略だったらそれで戦争終わるんですけど、ドンバスの攻略だったらそれでは戦争終わらないですから、ある意味そのドンバス重視という、その、ロシアの、いわゆる第二段階の方針っていうのはもう長期戦への片道切符でしかないっていうことではありますね。これ、秋山先生に伺いたいんですが、そもそもですね、今回、この間この番組にもつい2、3日前に来ていただいた、中東の専門家、まあ、いわゆるその、どっちかというと、まあ、長年反米の思想的スタンスの人たちが、今回も決まっていうパターンの発言があって、はい、まあ、今回戦争が始まった底流としては、やっぱバイデンの政策、アメリカの政策責任が、結構あるんじゃないのかと。NATO に加盟させないのにさせるようなふりをして、で、結局、ロシアがウクライナに侵攻しても、NATO に加盟していないから助けないと。だから、まあ、第二次大戦後に朝鮮戦争が始まった時みたいに、アメリカの防衛ラインは日本の端っこだよって言って、うん、ソ連と北朝鮮が勘違いして、韓国に攻め込んだみたいな。いや、今回戦争始めちゃったきっかけは、アメリカにあるんじゃないのっていうことを言う人いますよね。はい、これどう思います？いや、もうそもそも根本的なところで、まあ、どんな理由があっても、他国に侵略するっていうことが原則として、はい、許容されるべきではないというところは、抑えておく必要があると思うんですよね。で、その上で、ロシアに勘違いをさせた、もしかしたら錯誤を生じさせたかもしれないというのも、これも、僕は、のけたいなと思うんですよね。で、NATO の東方拡大が、まあ、今回のロシアの侵略の原因だったかどうかっていうので、この前、アメリカの、外交評議会が出しているフォーリンアフェアーズという雑誌の中で、はい、アメリカの有識者に、聞いた、記事があって、で、結構見事に割れてるんですけど、はい、で、見てると、ちょっとやっぱり古い冷戦思考の人たちは、そういう勢力均衡論的な観点から、やっぱ失敗だったと言ってるんですけど、やっぱり時代変わって、
ってて、で、やっぱ原則的にやっぱりその主権国家を尊重されなきゃいけないというのは当たり前の話なわけで、ですから、これ、どんな理由があったとしても、やっぱり侵略するっていうこと自体が間違いなんですよ。そうですね。私も全くそう思います。その NATO に入りたい、入りたくないとか、中立化がどうのこうのって、ウクライナは自分のことは自分で決める権利があるわけだから、それにロシアがとかっていう、そういう言い方おかしいんですよ、そもそも。大国のパワーバランスで小国の運命が決まるみたいなことを21世紀にあるのかって話ですよね。いや、なんで今この話をするかというと、実はこのコーナー今、オンエア聞いてらっしゃる方は BGM が流れてきたということはそろそろやめようというサインなんですけど、これ実は4時台に、やっぱり今回、なんだかんだ言いながら、でも、それ責任はロシアに全てあるんだけど、戦争が始まってしまったと。で、同じことが、今恐ろしいのは、核兵器をロシアが使う可能性が出てきた状況で、やっぱりなんだかんだ言いながら使わせちゃいけないわけで、じゃあ使わせないためにはどういう手段があるのかとかっていう話を4時台にしたいんで、そうですね。はい。その前振りとして今この話をしました。はい、ということで、時間が。はい、4時台もよろしくお願いいたします。5月5日木曜日、子供の日の祝日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかと飯田浩司がお送りしております。辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。来週の5月9日がロシアの戦勝記念日ということで、これからのウクライナ情勢、さらには核の問題、日本の安全保障の問題など、この後夕方5時30分まで議論を深めてまいります。入ります。今日は一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん、そして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんとお送りしています。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ここでですね、メールいただいているので、はい、ありがとうございます、はい、ご紹介していきます。神奈川県横浜市の国広さん、57歳の男性の方ですね。この番組でもおなじみの恐ろしアーの中村逸郎先生が入国禁止者リストに上がっていましたね。ある意味プーチンに屈せず言葉を発してきた結果だと思い敬意を示します。普段おちゃらけたこともおっしゃっていますが、ロシア側も彼の発言には痛いところを突かれているのではないでしょうか、というご意見なんです。そうなんですよ。これがですね、はい、63人入国禁止リストというのをロシア外務省が発表したんですが、何なんだよこれ。どうしました。なんで二宮清純さんが入ってんだよ。二宮清純さん、なんで俺が入ってないんだよ。なんで俺が入ってないんだ。悔しそうですね。いや、これむっちゃ悔しいでしょ。俺、二宮清純さんはね、因縁があるんですよ。因縁がある。はい。どうしたんですか。ある時新大阪の駅降りたらですね、はい、向こうから公園会社の人がすごい勢いで走ってくるわけですよ。ほうほうほう。それで、はい、どっか連れてかれようとした時に、あ、すいません、僕ちょっと今日公演じゃないと思うんですって言ったら、その公演会社の人が、あ、間違えたって言って、ちょっと待って、誰と間違えたんですかって言ったら、いや、二宮清純先生、いやいや、後ろ乗ってたし、俺二宮清純じゃねえし、まあ、全然似てねえし、まあ男前ですからね、二宮清純さんはほっといてくれよ、そんなことは。いや、何も言ってないですよ。二宮清純、大体スポーツジャーナリストじゃん、関係ねえだろこれ。いやーねー、なんなんすかね。で、新聞はだよ。はいはい、はい。産経新聞がですね、はい、5人なんです。あ、じゃない、4人か。産経新聞4人なんです。4人ですね。ほいでね、はい、日経が3人なんですよ。はい。で、読売が2人なんですよ。はい。で、朝日毎日がいないんですよ。いないですね。ね、朝日毎日がなんでいないかっていうと、そういう意味ですよ。そういう意味ですよって。そういう意味でしょ。そういう意味ですか。そういう意味ですよ。そういう意味ですか。そういう意味だというとですね、ここに名前が上がらないというのがどのぐらい不名誉なことかという話じゃないですか。いや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 。袴田茂樹さん。はい。この人は、私、詳しいんです。袴田茂樹さんの奥さんと一緒に私、旧ソ連時代に、はい、ウクライナ取材に行ったことありますから。マジはい、この人は青山学院大学の名誉教授ですが、はい、青山学院で仕事をする前に、関西の芦屋学園というところで
先生してらっしゃったことがあって、その時代からの知り合いなんですよ、私。あ、なるほど。はい。まあ、この人が入ってるのは当然として、中村逸郎さんが入ってるのは当然として、なんで二宮清純さんが入ってて俺が入ってないんだよ。そう言われてます。これ、そう言われてもこれ。ちょっと、どういう風な人生なんだですかね、教えてくださいこれ。この人を見て、お二人どう感じになりましたこれ。なんで俺が入ってないんだと思いますよね。お二人とも笑顔ですけど、ね。いや、これ、めちゃくちゃじゃないですか。めちゃくちゃ。いや、なんか全然一貫性がないように思いましたけど、たまたま多分あれじゃないかな、なんかロシア の, あの在京の大使館の人が、はい、たまたま目にした雑誌とか の, あの記事とかコメントとか見て、あ、こいつは入れとこうみたいな、そんな話な感じですよね。ロシア大使館の皆さん、この番組はロシアに厳しいですよ。いや、ちょっと待って待って待って、わざわざ言わなくてもいいじゃない。いや、こういう時名前入れてほしいじゃん。ほら、横島だわ。これ朝日毎日と一緒かよみたいな。いや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 、なんかもうどっちにもなんかもうあれですよ。でも朝日だってほら、小牧さんみたいに結構プーチンさんに厳しい質問してる人もいたりするんですけど、そういう人も全然ね乗っていないと。何なんだろうな、これどういうことでしょうか。はい、高橋さん ね。まあ、高橋さん の, その上司の上司に当たるのかどうなのか、一応ね、制服組のトップは名前載ってましたけれども。そうですね、あとは、いわゆる政務三役ですね。あ、はいはい、いや、なんですかね、うん、比較的ロシアに名前が売れてた人は入ってる感じはするんですよ、神山武さんみたいに。うん、私なんかロシア行ったことないんで。その意味では全然彼らのレーダースクリーンには入ってないんだと思うんですけど、うん、でも冒険にも地域研究でロシアを専門にやってる方もいますもんね。はい、でも入ってないですね。まあ、そのあたりは我々は我々でロシアとの交流というのはあるので、あったので、まあ、その辺もちゃんと考えてはいるんではないかとは思いますけどね。共産党の C さんが入っていて、立憲民主の森裕子さんが入っていて、はい、何なんだろうね、これ。どういうあれなんだろうな。国会議員に関しては、その沖縄北方特別委員会の理事以上はみんなおしなべて名前が入ってるというね、分析もされてましたけれども、そういうことなんだ。でもここに名前が入っていないっていうのが、はい、なんかものすごく不明ような感じがしますよね。そんなことはない。そんなことはないですよ。ツイッターなんか見てるとね、東野篤子さんとかが私なんで入ってないんでしょっていうのね、書き込みされたりもしましたけど。入れてくれ、俺も入れてくれ。ちょっと待って待って、何ですか。変なわがままですよ。今私自慢じゃありませんが、中国だってですね、はあはあはあ、ビザ降りないですからね、中国総領事館から目つけられちゃって。そうなんですね。だからね、コッパ役人ですよ、きっと。ね、だから上の方がそんな俺らクラスまで目にね、ワッチしてるわけがないわけだから、その総領事館のコッパ役人がですね、なんか嫌がらせしちゃろうみたいなことなんですよ。きっと。俺ほど世界中にフレンドリーな男だね。世界中にフレンドリーな。はい。そうですかね。そうなんですか。でも、どうなってんだ、これ。どうなってんだ。まあ、いろいろね、ご意見あるかと思いますけれども、はい、ラジオの前のね、あなたからのご意見引き続きお待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今日もお送りいたしますズームミュージックリクエスト、今日のお題は駅前で配られているティッシュを自分だけもらえなかった時に聞きたい曲です。なぜね、その、歌を選曲したのか、理由なんかも添えて送ってください。 zoom@1242.com でお待ちしております。さあ、この後もロシアによるウクライナ侵略につきまして議論を深めてまいります。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。今日は専門家の方を2人お招きしています。一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんと、防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。改めてどうぞよろしくお願いいたします。さあ、では早速この時間議論するテーマはこちらです。核兵器復権の時代。岸田総理大臣は昨日バチカンでキリスト教カソリックの最高指導者ローマ教皇フランシスコと会談を行いました。核兵器のない世界の実現に向け協力を進めることを確認しております。
2019年に秋山さんと高橋さんは共著で核の忘却の終わり、核兵器復権の時代という本を出版されてます。このタイミングで2019年ですが、この本を出版されたのはどういう理由だったんですか？これ僕と高橋さんの因縁なんですけど、はい、プロジェクト始めた時には核兵器ってもう役割あんまりないんじゃないかという前提でやって、はい、でそして僕がサボってるうちにだんだん事情が変わってきて、で最初私が軍縮からやっぱりこれちょっと核兵器の役割見直した方がいいんじゃないかと言ってたら、そのうち高橋さんのいや抑止が大事だったんですが優勢になってですね、で最終的にプロジェクト終わる時にはそのやっぱり核兵器についてちゃんと正当な評価をして、でその役割というのを見直して、でそれが本当に安全保障にとってどんな意味があるのかということを問い直すべきだと、だからそんな話になったんですよね。いや今回ねプーチン戦争始まって以降なんですけど、某毎日新聞みたいなものを読んでいた某って言いながら必ず説明を上げる癖はやめた方がいいよ ね、 これね。そのうち某という言葉の意味合いが変わってくるよね。そうです ね、 ね、まあ、毎日新聞読んでたら、はいはい、まあ、平和運動の活動家の方がですね、ほらロシアが核兵器持ってて核の抑止力で戦争を抑止するんだって言いながら、戦争始まったじゃないか、核が抑止力にならないんだって今回の事態を受けて言ってた人がいるんですが、反論してください。いや、その核兵器はあらゆる戦争を抑止できるわけではないですし、まず、ロシアは、なんていうんですかね、ロシアは核兵器を持ってないウクライナに侵攻したので、これをもって核兵器抑止が機能してないというのは、そもそも問いの立て方がおかしい。むしろ、いわゆるアメリカとロシア、あるいは NATO とロシアの間にある相互核抑止の中で、ロシアの核抑止によって、アメリカの介入を抑止できるであろうという考え方で限定戦争を仕掛けてくるというのは、もう核抑止の議論の中ではもう何十年も前から予測されていることなので、だから要するに核兵器を持った国同士の戦争は抑止できるけれども、核兵器を使わない局地戦は別に核で止められるわけではないということですよ。しかも悪いことに核兵器を持ってる国同士での抑止が安定になればなるほど局地戦が起こりやすくなるというパラドックスがある。どういうことですか？それはつまり、まあ、今回のケースで言えば、ロシアは自分の核兵器でアメリカを抑止できるだろうと考え、で、だからウクライナに攻めてもアメリカは介入してこないだろうと考え、で、ウクライナに侵攻するというパターンがあり得る。なるほど。まさにそういうことですよね。だからまあ、核抑止が逆に言うと効いてるがゆえに今、世界戦争になっていないっていう、これも現実ですよ。そうですね。そしてまたその、ロシアも、その戦況がうまくいってないにもかかわらず、化学兵器や核兵器を軽々しく使えない。それは、それを使うとアメリカが介入してくる可能性があるからっていうことですね。いや、でもね、戦局がこうなってきて、それはどの程度こう、プーチンという人物が正気を保っているのかという問題もありますけど、例えばね、かなり正気を失った状況で、よく犯罪者でも、拡大自殺というやつで、どうせ自分死んじゃうなら人巻き添いにして死んでやろうみたいなことを核兵器使える人間が思ったら、こんな恐ろしい話はないですよね。そこが多分一番恐ろしいところというか、その基本的にはプーチンは彼の考えている思考の回路の中で合理的に振る舞っているんだと思うんです。それが単に我々と違うだけだと思うんですね。なるほど。ただその中でその彼が、まあ、自分自身で勝利を宣言できないような状況にもし追い込まれたと場合に、はい、ではそれでもやはり核兵器を使わず、あれ化学兵器を使わずに敗北を受け入れるのか、それとも全て道連れにしようとするのかっていうところ、そこは分からないですよね。まあ、簡単に言うと、一般的な理解としてプーチン大統領が狂気の状況にあるわけではなくて、自分の考えの中では合理的な判断ができる状況なんだけど、その彼の合理的判断が世界一般の常識に照らして常識かというと違ってくるよねっていう。そうですね。ね。それで今言われているように戦局が思うように進んでいないと。で、アメリカが核で反撃するリスクがないと見切ったら、まあ、いわゆる戦術核と通常言われるような小さい核兵器を使うリスクはどんどん高まってる気がするんですが、どうでしょう？
核兵器の使用というのはもう指導者が決めることなので、で、それに何らかの基準が存在するわけでは普通はないわけです。はい、で、まあ、そこに何らかの基準が存在しているのと信じているのはアマチュアであるという格言がこの業界には、核抑止の専門家にあるぐらいなんで、核兵器を使わなきゃ、使うことを考える状況になったときに、テーブルの上に核兵器の使用という選択肢は乗る。でも、核兵器を使わないという選択肢も多分その時にもある。で、そこで核兵器の使用をするという選択をするかどうかというのは、もう本当にその指導者のその責任感であり、能力であり人格でありっていうものの、結論として決断がなされていくので、非常に主観的なものなんですね。で、なのでちょっと私、その、外の人間が核兵器の使用の可能性が高くなったとか、低くなったとかってことを無責任に議論するのは、私はそれも絶対違ってると、間違ってると思っていて、ね、その状況で核兵器の使用がテーブルに乗るかどうかで、乗った後で判断するかどうかは、本当にプーチンという人次第なんですよ。で、その上で、考えていくと、ロシアの大統領というのは、世界を滅ぼすかもしれない、あるいは滅ぼさないという責任をアメリカの大統領と分かち合ってきてるんですよね。過去何十年も。それをソ連の初期長から考えれば、本当に何十年も。で、そういう大統領であるということは、私は忘れてはいけないと思うんです。それは北朝鮮とは違うんですよ。で、その上で、じゃあ彼の、テーブルの上にどの状況で核兵器というオプションが乗るか、で、あるいはそれを選ぶ可能性があるかというと、それは核兵器を使えば戦争に勝てるという判断があり、かつ核兵器を使ってもアメリカは抑止、介入してこないという、この2つの確証が得られた時に限ってその選択を行う可能性がある。それで言うと、戦争に勝てるかどうかは今の段階ではわからないですが、高官伝えられるところによると、今日までの全世界的な、日本で報道されているバイデン大統領のスタンスを考えると、ロシアが戦術核のような小さな核兵器を使っても、バイデンは核を使わないというふうにプーチンが見切ってもおかしくないような状況にあると思うんですが、どうですか？この議論はですね、計算された曖昧性、カルキュレーテッドアンビギュイティっていうんですけど、レッドラインは絶対に言ってはならない、言うべきではないと考えられているんです。そうですね。なぜかというと、レッドラインを決めると、その下を突かれるからですね。いや、というと、今のバイデン政権の一連の発言って、自ら核抑止の一部を放棄し始めているような印象を受けるんですが、ほとんどの人は知らないと思うんですけど、アメリカの核兵器というのは常に最高レベルの警戒態勢にあります。常にです。で、今回ロシアがその警戒態勢を上げるという発言をプーチン大統領一回してますけど、アメリカは常に最高レベルの警戒態勢にあるので、警戒態勢を上げる必要はないんですよ。で、今この瞬間でもアメリカは大統領が決断すれば30分で世界中のどこにでも核爆弾を降らすことができます。で、その現実がある。で、その現実をロシアも理解している。というところで、それをその、見せる相手はロシア、あるいはプーチン大統領、ただ一人であって、別にその、国際社会に見せる必要はないんですよね。例えば、湾岸戦争の時には、その、アメリカはそのフセイン大統領に対して、もし化学兵器を使ったら核兵器を使って反撃すると通告をしています。ただそれを通告をしたということは戦後だって分かったことで、その瞬間に分かったわけではないわけですよ。だから今アメリカがロシアに対して何を伝えているのか、そしてそのロシア側がそのアメリカのその核戦力の動きについて何を判断しているかは分からないので、私その今、そのバイデンが弱気で、そのロシアに間違ったメッセージを送る可能性があるとは実は思ってはいないですね。送る可能性があるかどうかというよりは、今までのバイデン大統領の発言であるとか、行動パターンであるとかからすると、プーチンがそういうふうなミスアンダースタンドなのかどうなのかわからないですよ。間違った認識なのか、本当にそうなのかわからないんですけれども、そういう認識を持っちゃってもおかしくないようなキャラクターのような気がするんですよ、バイデンという人は。ただね、これはさっき高橋さんが言った話、多分その表で、公的にパブリックに見せるシグナルと、それから裏のチャンネルで直接送るシグナルっていうのは別の可能性っていうのは十分あり得るわけで、なので
我々は多分その裏のチャンネルでどんな話をしているのかっていうのは多分知る由もなくて、むしろ表に見えているものっていうのは、これは、直接、例えばアメリカからロシアに見せるというよりは、オーディエンスに対してのシグナルの方が大きいんじゃないかなっていうふうに見た方がいいのかなと思うんですよね。それこそ辛坊さんがそうこう思われたのの一端としておそらくあるなと思ったのが、バイデンさんがこのことが始まる前にウクライナに対して兵は送らないよっていうのを早々にこう出してしまった。それで一回抑止に失敗したんじゃないのかと。で、一回抑止に失敗したバイデン大統領がこの後さらに抑止できるのかっていう、こう疑問がいろんな人にあるかもしれないですが、そのあたりお二人どうご覧になってます？私はこう、やっぱ見えるとこと見ないとこってやっぱそこもあると思うんですね。うん、で、こう、アメリカが今そのウクライナに対して、兵器を供与するっていうのは見えるところだし、そういうシグナルも見えるところなんですけど、我々があんまりこれまで見てこなかった、でも最近注目してきたところっていうのは、その、ロシアの、その、まあ、標的になるような、例えば、こう、軍の、であったりとか、それからあと、まあ、リーダーであったりとか、そういうものの情報を逐次提供していて、で、ターゲティングにすごく大きな支援をしてるわけですよね。これってもう、実際半分戦争戦ってるようなもんで。引き金だけ引かないだけで。はい。で、そういうこともすでに、もう、当初からやっているということもあるわけですよね。ですから、その外に対して言うシグナルっていうのと、それから、まあ、うちで、まあ、いろんなことを伝えてるっていうのは、こうね、なんか私すごい知りたいなと思うんですけど、もう少しこう、注意深く見てもいいかなっていう気はしてます。でも確かに、その、こう、最初の時点で、その、シグナル以下に関わらず、やっぱりアメリカ側が非常に慎重であったっていうのは、それはそれで、こう、事実だし、それから、それを外に対して言ったっていうことも、これはロシアに対してというよりは、周りに対する、こう、少しアメリカへの疑心暗鬼みたいなものを生んだかなっていう感じはしますね。まあ、まあ、1960年代にイギリスの国防大臣が残した言葉、有名な言葉があるんですけど、その、ロシア人、まあ、ソ連、ロシア人を抑止するためには 5% の、要するに核兵器の信頼性が 5% あれば十分だが、ヨーロッパ人が安心するためには 95% の信頼性が必要である。つまり、核兵器っていうのは、使われる可能性が20分の1でもあると、やっぱり行動は慎重にならざるを得ないんですよね。その、これ後で拡大抑止の話になるときに後半は出てきますけど、まあ、そういった意味で言うと、やはりそのアメリカが、常に最高度の核の、体制を維持している。そして時々 B52 が、弾頭積んでるかどうか知りませんけど、飛んでいるということを考えると、ロシアとしては慎重にならざるを得ないと。本当にやれることを全部やりきってるかどうかについては、私は若干の疑問はないわけではないですが、まあ、それをやりきるとなると、例えばこの政権にいる核軍縮派の、ある種心情、心情を、変えなければいけないようなところっていうのはあり得るので、本当にできることを全てやりきっているかについては私は疑問はありますけれども、だからといって、じゃあ、ロシアが、もうアメリカが核兵器を使用する可能性は 0% であると、判断できるかっていうと、うん、そこまでの、誤ったシグナルを送ってないのではないかと思いますね。まあ、ただ、結論としては、プーチン、およびその周辺がそういうふうな、今高橋さんがおっしゃるような認識を持っている限り、ウクライナで核兵器が使われるリスクは今のところ相当低いと見てらっしゃるということですね。私はこれは可能性の問題だと思ってないんです。つまり、大統領がどう判断するかしないかって、だから、そうであっても大統領が、プーチン大統領が使うという判断する可能性はもちろんあります。それが核兵器を持っている国が戦争するという意味です。なんかそういう個人の、結局最終的な判断になると、なんか、ぶっちゃけ平たく恐ろしいですね。これだけ情報化、なんとかならんのですか。はい、進んだ時代でも、最後は人間が決めるっていう。どうなんですか、ロシアで、まあ、プーチンが核兵器を使うと決めたら、それ、まあ、プーチンが自分で、ミサイルのボタンを押すわけでもないし、核兵器を運んでいってスイッチを押すわけでもないんだけど、オペレーションに当たる人が、反旗を翻してやめるという可能性はないんですか、ロシアという国は。それは核の指揮統制において常につきまとう問題で、二つの問題があるんですよ。つまり、撃ちたいときにちゃんと撃てるか。あと、撃ちたくないときに間違って撃たないか。で、
通常は打ちたくないときに打たないように安全装置を何重にもかけるんですけど、はい、それがかかりすぎると打ちたいときに打てないリスクっていうのがあるんですよね。で、なので、その可能性は当然否定はされない。ただロシアもアメリカと同じように、いや冷戦期からずっと核兵器を使うためのシステムを作ってる国ではあるので、それで言うと上が指導者が判断すれば、それが正当な手続きに基づいて判断されれば、その使われるというふうに考えるべきだと思います。教えてください。映画なんかでよく、例えばこうミサイルの発射ボタンってこう核兵器で仕切られた2人がボタンがあって、はい、2人が同時に押さなきゃ飛ばないみたいな映画のシーンあるじゃないですか、はい、本当はどんなシステムになってるかって誰か知ってる人がいるんですか、そこに関わってる人以外で。例えばアメリカがミサイル発射するときにはこういうプロセスで最終的にこう発射するんだと、ロシアがミサイル発射するときには実動部隊はこうなってるんだっていうことは、これ公開されてるっていうか、ある程度分かってるものなんですか。ある程度分かってます。はい。それは。どんなプロセスで、今おっしゃられた通り、一人じゃ撃てないようになってますね、最後は。で、アメリカの ICBM 基地なんかだと、キャンセルもできます。どこの段階でキャンセルできるんですか。もう最後、現場で例えば二人が発射するって指示出したとしても、はいはい、それが正当なものでなければ、その基地の中でキャンセルすることはできます。そこはちゃんとその常に送られている暗号コードとかと確認しながらの判断になります、ね、基礎知識でね、昔はほら戦略爆撃とか日本に寄港する原潜だとか空母だとか、はい、大体まあ核兵器持ってたよねみたいな時代があったと私は思うんです。これちょっと結構ね、専門家ほどね正しいこと言わないんだけど、常識的に考えて日本って非核三原則ってあるじゃないですか。非核三原則で持ち込まれずっていうのは一応守られてきたことにいろんな会話の前提としてなってますけど、常識で考えて今はともかくとして全世界の末端の軍備にまで核兵器が積まれていた時代に日本にだけ寄港するときに核兵器を置いてくることはねえだろうと素朴に思うんですけど、そこは過去密約の調査では明らかになってた部分はあって、通過の時に持ち込まれていた可能性はあるっていうのは、まあすでに明らかになってますね。そうするとね、はい、今その日本でいわゆるその核の、まあ、一緒にドイツみたいに共同で持ちましょうっていう、まああれは管理も含めてということなのかわからないですけど、で議論になってますよね。で、まあ今まで日本は非核三原則は有効だったということを前提に次の展開っていうのはなんか議論として偽善のような気がするんですけど、まあ核兵器をめぐる問題というのはもちろん最も高い政治のレベルで決めるべき話で、それは国会を含めてですけど、で、まあ、非核三原則を含めて、それは本当に政治のレベルで適切な判断をしていくっていうことでしかないのかなと私は思っていて、その、持ち込む持ち込まないについても、その、文字通りその、日本の核抑止のあり方、日本に、日米同盟における拡大抑止のあり方を、まあ、きちんと国会で議論するうちに整理されていくっていうことではないかというように私は思いますね。私、行政府の人間なんでこれ以上のこと申し上げられないです。いや、一昔前の常識として、はい、まあ、末端の空母とか爆撃機だとか原潜だとか核兵器積んでたよねっていう時代はもうちょっと昔の話で、今はそんなことするとリスクが高まってるから核兵器はどっか一箇所管理で何かあった時にそういうところに乗っけようというような時代になってるっていう説もあるんですが、本当は今核兵器ってどうやって管理されてるわけですか。でも92年にもアメリカは公表してて、海洋配備の戦術核は全部引き上げてます。今ガムにあるんですか。今ないです。ただ個別に聞くとアメリカは核兵器のあるかないかについて答えないですから、個別に聞くと答えませんけど、でも92年にも撤収するってことは、だから、まあ、逆に言うと裏を返すと92年以前に日本に寄港していた米軍の主たる艦隊の装備品には核兵器はあったということですよね。あった可能性があって、それは寄港してた可能性があるというのは、まあ、すでにその民主党政権の時の密約調査で、92年以降は、まあ、リスクが高まったとか、まあ、核兵器を末端に配備するところのリスクと核兵器を末端に配備するところのメリットデメリットを測りにかけた時に、まあ、末端からは撤収していざとなった時に乗っけりゃいいじゃんって話になったということですね。いざ、そうです、その時は。で、その後2010年ぐらいに、その時に撤収した核兵器自体を解体してるんで、
今は再配備自体がものすごく難しくなっています。で今、ま、例えばこの東アジアって米軍の核兵器ってどこにあるんですか？どこにもありません。東アジアにはないんですか？ないです。ガムないと思います。あ、そうですか、はい、もうじゃあアメリカ本土まで引き上げちゃってるってことですか、はい、ほほーということで、はい、まだ聞きたいこと山ほどあるのに BGM 聞こえてきたんで、飯田君、ね、一旦これでこのコーナーを締めて、はい、まだまだ引き続き、はい、お送りいたします、はい、今日はスペシャルでお送りしていますロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、この後も続きます。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はスペシャルでお送りしていますロシアによるウクライナ侵略を徹底議論、お客様お招きしています。一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さんと、防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあではこの時間議論するテーマはこちらです。国連国際社会にできること。国連人道問題調整事務所は今月3日、国連と赤十字国際委員会によってウクライナ南東部マリウポリのアゾフスタリ製鉄所などから、民間人101人の避難に成功したと発表しました、しかしその後ロシア軍の攻撃が再開し避難作戦は第1弾で止まっております。赤十字国際委員会のウクライナ代表部は停戦はもろく時間が経つにつれ安全確保ができなくなったと会見で説明しました。あれ、この製鉄所って、はい、プーチン大統領はもう攻撃しないってこの間言わなかったっけ？だから兵糧攻めにするみたいなことを言ってなかった？最初それ言いましたけど、あのウクライナ側が攻撃してきたらロシアが反撃した。ロシアがここの製鉄所を引き続き攻撃してるということはプーチン大統領は知ってるんですかね？いや、知らないとは思えないですよね。おそらくあの時にそのハエも出ないように包囲しろと言ったのは、ロシア兵を地下に突入させてロシア側に損害が出るような作戦はしなくていいっていうことで、その砲撃とか爆撃とかでそのロシア側のリスクが出ない形で攻撃するのは全然除外してないんだと思いますね。実際その後もやってます。なるほど。現状におけるウクライナにおける戦線の状況っていうのは大統領の耳にちゃんと入ってるんですかね？入ってると思いますね。それでなければ例えばキーウ攻略を諦めるみたいな重大な決断できないですから。あれやっぱり大統領の決断、はい、なるほど。となると最終的に戦争を終わらせることができるのはプーチンだけだということですね。そうですね、はい。国連はどうしたらいいんですか？これいや国連解決いろいろできないっていうことで皆さんすごくがっかりしてると思うんですけど、これあんまりその高い期待を持ってもいけないと思いますけれども、でもやっぱり国連にはできることがあって、で今回のこの民間人の避難っていうのもこれいろんなところで二国間とか、まあヨーロッパ各国が手を尽くしてこういうの確保しようともできなかったところで、やはりその国連と赤十字が協力してできたっていう、そういうところはしっかりとやってるんだろうなと思うんですよ。ただじゃあ国連が出てきてこう停戦させろっていうのは、これは多分これまでの歴史を見ても、非常に難しいというか不可能で、で実際これまで国連がそもそもできた当時に想定されていたそのですね、安全保障上の問題解決のための例えば国連軍の派遣とか、そのって一度もできたことがないんですよね、想定通りに。でですからいろんなこう停戦に向けた、あるいは戦争が終わるために様々なそのこういう人道的な活動を支援するとか、あるいは例えば食料を届けるとか、そういうことはできると思うし、そういうことについては非常に大きな役割があると思うんです。だからその区別して考えた方がいいのかなという気がしますけどね。こういう批判があります、国連なんかどうせ第二次大戦の戦勝国クラブだろっていうのはどうですか？いや、この前私あるちょっと討論番組聞いてて、某党の党首がね、その旧敵国条項があって日本はいつでも攻められるからみたいなことを言ってたんですけど、いやそんなことないと思いますよ。で確かに戦勝国がというか、むしろ国連安保理の常任理事国っていうのは、
本来の思想としてはやっぱ大国間で協調しないと世界平和保てないっていうそういう意味なんですよね。敵味方とかそういう話ではなくて。で、なんですけど、それがまあ今ロシアがこういう状況で、まあ今後、いろいろ他にも出てくると思いますけれども、協調するの難しいと。であるので、まあ確かにこういう武力紛争をやめさせるっていうのはもし大国がね、当事者になった場合にはほぼ不可能なのはそもそも、まあ、制度設計上想定されていたわけで、その中で、限界の中で何ができるのかできないのか。で、あとは、まあ、今こういう状況なんで何を言ってもっていう話にもなってしまうんですけれども、こうした状況が今後起きないために、どんな、こうルール作りであるとか、その規範作りであるとかっていうことの中で、役割を果たしていくのかっていうことを、まあ考えていく。だから、そのあんまり、こう、国連を落とすのもダメだし、がっかりするのでもなくて、そして限界がある中でどうやったら使えるのかというか、役割あるのかっていう、もうちょっとポジティブに見てもらえたらいいなとは思うんですけどね。まあ、そうですね。今回も少なくとも、まあ、たとえ100人にしたって、国連の事務総長が、あんだけテーブルで距離は離れていたけれども、はい、まあ私なんかあれ見てて、もうちょっと言うこと言えよとか国連事務総長には思うけれども、まあ結果として100人の命が助かったんなら何もしないよりマシだというのは事実ですわね。まあテーブルの距離はね、で、しかも事務総長がキーウにいるときにロシアがミサイル攻撃してて、非常に、国連からすると、あるいは国際社会からすると、すごい挑発的だと思うんですよ。でも、まあ、その中で、ロシアも、国際社会から完全に除外するというのではなくて、そこに一応入っているんだと。で、ロシアを含めた形で、議論をするという場っていうのは、いかにロシアが悪者であったとしても、これは必要なことなんじゃないかなと。私全然ロシアの肩持つ線全くないですけども、でも、やっぱり何らかの形で解決のためにはどっかにテーブルでつく必要があるわけで、そうした準備をしておく。っていうことも、まあ必要なことなんだろうなと。そうなんですよね。だけどね、これ日本の議論を聞いていて、ああ、でもなんか偽善的だなと思うのはですよ、国連はやっぱり5大国の、拒否権というのがあって、非常任理事国の、地位を上げましょうと。まあ場合によったら日本とかドイツとか常任理事国の一角に入れてもらった方がいいんじゃないか、入りましょうよっていう議論は長年あるけれども、その5大国の、今国連における地位を考えたときに、この5大国が一致して、じゃあ日本が常任理事国に入っていいですよ、なんていう時代が来るとは、とっても思えないんですけど、どうなんですか？ないでしょうね。残念ながら。はい、ただ、問題は、その中で、まあ、日本が何できるかできないのかっていうこともありますし、あとは、そうした権力っていうのは、それ以外の形で、やっぱり我々がこう抑制していく。それこそ安全保障別に国連通して全部達成できるわけでもないわけで、だからこそ高橋さんみたいに抑止のことを一生懸命考えてる人がいるわけなんで、で、まあ、ある意味では我々が持っているツールキットのうちの一つとして、これをどういうふうにうまく使っていくかと。だからがっかりもせず、期待もせずというふうな立ち位置っていうのが、いいんじゃないかなというふうに思いますけどね。現状、ウクライナをロシアが侵略をしています。戦争が始まってしまいました。次はやっぱり戦争を終わらせるということが最終的な目標なんですが、近々の目標はせめてロシアに核兵器の使用は断念させるというところが近い目標にあるはずなんですけど、どうしたらいいですか？それはまさに、まあ、さっきの議論の延長ですけど、ロシアが核兵器あるいは化学兵器を使った場合にはアメリカは核兵器を使う可能性があるというように、ロシアに思わせるようなことをすること。要するに、まあ、本来言われている核抑止をこういう時にも、有効、たらしめないと断念させることはできないということですね。そうですね。で、実際に使うシナリオを考えると、その後また結構難しい問題あるんですけど、というのは、一つは、核兵器を使って侵略が成功するという実例は絶対に作ってはいけないということ。ただ、それに対する反撃として核兵器を使う場合には、何のために核兵器を使うんですか？つまり、反撃として核兵器を使ったことによって戦争が終わらせるような使い方でないと、
核兵器を使うこと自体が自己目的化するわけじゃないわけですよ。例えば一つ言われているシナリオとしてそのロシアが無人地帯で威嚇のための核爆発を起こすというシナリオがあるわけですけど、はい、それに対してじゃあこちらも無人地帯で核爆発を起こすのか、こちらというアメリカがですね、それってほとんど意味がわからないシナリオなんですよね。で、そうですね。そういった意味で、その、一回抑止が破れた時に、その後で反撃というか、その後で核兵器を使わないのは問題だから使う必要は多分あるんですけど、その時の目的って今度は何なんですかという、これは非常に難しい問題で、実はもうここ3年ぐらい僕たちというのはこの世界の核の専門家は議論し続けてるんですよ。もう2017年ぐらいから。で、引き続き答えは出てない。やっぱり最後はそこはもうジョー・バイデンという人が判断することになるっていうことですね。せっかく今日はその分野の専門家を二方来てるわけですから、はい、ちょっと二人に戦争止めてもらいましょう。だから、今もう、ね、ここにプーチンがいるとします。ここにプーチンがいます。はい、このとこ、もう今の東部の制圧が進まないと。うん、ね、どうなってんだと。どうなってんだと。ちょっとな、脅かしてやれと、うん。あそこのチェルノブイリの原発の周りなんか、な、30キロ圏誰も人住んでないし、うん、あそこもともと核で汚染されてるから、放射能で、うん、あそこに一発、そうだな、広島型原爆の3分の1ぐらいのやつを一発落とせと。あっただろ、お前と。それちょっと落としてな、うん、その辺半径10キロぐらい森焼けと、うん。そしたらビビるから、と。行ってこいって、いう風になって、落とされたとします、はい。どうしましょう。いや、それを阻止してください。答えないですね、僕は。正直言うと高橋さんは知ってるかもしれない。まあ、知ってるというかまさにその時の大統領の判断になるんですけど、はい、その時私は全面軍事介入の扉が開かれると思いますよ。アメリカ軍が直接アメリカ軍が、はい、やはり核兵器を使った威嚇、文字爆発させることによる威嚇によって、はい、勝利する国が出てはいけないんですですよ。そんな実例を作ったらその後北朝鮮はどうするんですか。今の話は、まあ、プーチンがチェルノビリのあそこの森のところに撃っちゃったっていう前提ですけど、はい、撃たせないためにはどうしたらいいですか。撃たせないため撃たせないためにはそのどのような核兵器の使用に対してもアメリカは核兵器で撃ち返す可能性がある。それは例えば今ヨーロッパに前方配備されているそのいわゆる核共有のための核弾頭を常に使える体制にしておく、場合によっては時々空を飛ばすとか、まあ、そういった姿勢を見せることで別に宣言する必要はないんですよ。ロシアに見えればいいとすることでアメリカは本気であるとロシアに理解させるっていうことですかね。これあれですよね。CIA なんかの分析でロシアが今核兵器使う回転性あまり高くないっていう分析も出てますけれども、多分そのあたりは今高橋さんが言ったようなシグナルっていうのをロシアがどう受け止めているか、それにどういうふうに、まあ、見える範囲で反応しているかっていうのを見てだと思うんですけれども、やはり最後のところでよくわからないのが、どこまで我々、あるいは向こうが、その最高レベルの政策決定者の合理性なり判断を信じることができるのかっていうことですよね。あんまり、アラーミスト的な話をするのは良くないのかもしれないですけれども、我々が、その核兵器が使われる可能性は低いだろうなと思いながらも、やっぱり一部、非常に恐れているのが、そうした判断っていうのが、果たして、双方期待した通りのリアクションになるのかどうかわからないということなのかなというふうに思いますけどね。ここではお時間になりましたので、また5時台も引き続き、秋山さんと高橋さんにお付き合いいただきます。はい、よろしくお願いいたします。5月5日木曜日、子供の日の祝日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。日本放送の増山さやかです。日本放送の飯田浩司です。辛坊治郎ズームそこまで言うか、スペシャル、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論。この後5時30分までさらに議論を深めてまいります。さあ、でもいつものようにね、ズームをミュージックリクエストもお届けいたします。
今日のお題は、駅前で配られているティッシュを自分だけもらえなかった時に聞きたい曲です。そんな曲があるんでしょうか。はい、いただいてますよ。はい、東京都の12月はハワイさん。へいへい。ティッシュが私だけもらえなかったら、ちょっと待って、それくださいと言ってしまいます。ということで、ゴールデンハーフさんのちょっと待ってくださいをお願いします。ゴールデンハーフというグループ名自体若干の引っかかりはありますね、今のご時世で。今のご時世だ。どうでしょうか。そうですね、確かに ね。今大体ハーフと言うなっていう時代でしょ。あ、うんうんうん、ダブルなんだと。ダブルだと。ね、はい、ハーフって、ゴールデンハーフ。はい、そういうグループがかつてありました。はい、ちょっと待ってください。いろいろ確かにな、はい、それからですね、はい、千葉県市原市52歳のキララさんは、青山テルマさん、ここにいるよ。あ、なるほど、ここにいるよ、なるほど、いるよ、はいはい。で、あ、辛坊さん、朝の番組あなたとハッピーに小倉智昭さんが出演されていました。そうなんですよ、聞けて嬉しかったです。そうなんですよ、そうなんですよ、あの、復旧されたわけで、はいはい、よかったなと本当に思います。辛坊さんのこともね、オンエアでもねちょっと触れてましたけど。あ、そうですか。私ね、はい、そうなんですよ、入院中にお見舞いをちょっとね、したいなと思ったんですけど、ちょっとまあ今はっていう話だったんで、すごく心配してたんですが、本当に良かったです。このズームにもね、ぜひ来ていただきましょう、ね、そうですね、そうしましょう、はい。それから埼玉県春日部市55歳の猫猫さん、リクエストは私のハートはストップモーション、桑江智子さんです。はいはいはい、なぜ私にはくれないのか、その一瞬の心がストップモーションです。よろしくお願いします。もうなんかあの、この世代だったら多分我々の曲の選択に合うだろうというあたりを見事に、見事に狙ってらっしゃいますね。素晴らしい。はい、それから鳥取県米子市からシュームさんですね。駅前で自分だけティッシュをもらえなかった時に聞きたいのは、桑田佳祐さん、祭りの後です。どうして？自分だけもらえないと微妙な感じがすることがありますが、歌詞の中の振られてもくじけちゃダメだよ、こんなしがない世の中でに励まされる。ティッシュもらえなかったぐらいで、そこまでそこまで深刻になることもなかろうかと。分からんでもないですけど、うん、はい、なるほど。岡山県のですね、筑前二太郎さん39歳は、今日のミュージックリクエストですが、篠原涼子さんの愛しさと切なさと心強さとお願いいたします。はい、歌詞が辛坊さんのためかなって思いました。あ、そうですか、私ね大好きです、はい、あ、篠原涼子さん、はい、まあ、私、あの、ある番組でご一緒してたことしたことがありましてね、私はその時確信しました。この人は僕のことが好きに違いないと。そしたら直後に、はい、あの、ご結婚されてしまいました、ね、あれ違ったのか、俺の錯覚かと思って、間違いなく錯覚だったから。どうかしてますよ、渋谷さん、それはもう。はい、もう本当にうるんだ目でね、うるうる見つめられてですね、絶対、これまずいわ、結婚してますって言おうかなとか。よく、よかったよかった、言わなくて。本当ですね。恥ずかしい、もう。それから、忍耐三郎さんかな。X ジャパンでくれない。くれない、もらえない。そのまんまですよ。くれない、くれない。はい、さあ、どうしましょうか。はい、決定いたします。はい。ズームオンミュージックリクエスト、本日は、青山テルマ、ここにいるよ。おお、はい。ここにいるよ。ここにいるよ。はい、もうここにいるよ。はい、ここの先にいるよ、はい。エンディングにお送りいたします。はい、番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしております。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか、今日はスペシャルでお送りしています、ロシアによるウクライナ侵略を徹底議論をお届けしています。お客様、一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん、そして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんとお送りしています。では、はい、いきますか。いいですか。いきましょう。はい、今日最後に議論するテーマこちらです。これからのウクライナ情勢。
ロシアによるウクライナへの侵略について、ロシア側は特別軍事作戦と表現しておりましたけれども、今月9日のロシアの対独戦勝記念日に合わせて戦争状態と宣言する可能性が指摘をされておりますが、ロシア大統領府のペスコフ報道官は昨日、可能性はない、ナンセンスだと否定しました。まあ、これからの情勢、そして、まあ、日本としてどうしていくべきなのか、ね、それこそ今日は核抑止論についてというお話がメインでありましたけれども、まあ、その辺も含めて最後の時間は、議論していきたいと思います。はい、もうズバリです。これからどうなりますか。まだもうちょっと当面やっぱ戦闘続くんだと思うんですよ。で、この特別軍事作戦か戦争かって多分あんまり意味がなくて、もすでにもう戦争になっている話なんで、で、まあ多分その9日はそのロシア国内的にどんなメッセージ出すのかっていう方が多分重要なんで、我々国際社会としてだから何が変わるってこともないと思うんですね。で、多分当面戦闘は続いていくでしょうと。で、まあ万が一その戦闘が終わったとしても戦争というかですね、この影響というのは非常に長く続いていくだろうなというふうには思うんです。で、あとはそのロシアのそのまあこう兵器の供給とかがどれくらい今回のその経済制裁等によってまあ苦境に陥るかと、そのあたりがもしかしたらその戦争の長さを決める一つの要因になり得るのかもしれないな。ロシアの戦争継続能力っていうことですね。さあ、高橋さん、まあ、基本的にはもう長期戦っていうのは動かないかなと。ただ一つだけ可能性があるとすれば、まあ、今その東部で行われている激戦で、どちらかが決定的な勝利を収めた場合、その、まあ、ロシア今まだ突破できてないですけど、まあ、ウクライナ側が何らかのミスを犯してロシアが勝ったら、そのロシア側としては、まあ、例えばオデーサ攻略みたいなものを試みることができる可能性は出てくると、うん、一方で今ハルキウ近郊でどうもウクライナ軍が反攻に出ているようなので、その反攻がうまくいくと、まあ、ロシア軍のある程度の部隊を撃破できる可能性が出てくるので、そうなるとウクライナ側がこれまで占領された地域の奪回っていうものに乗り出してくる可能性はあると。ただいずれにしてもそのまあどんなに早くても今年いっぱいはかかるような形で、どちらも決定的な勝利をつかめなければ数年単位で続いていくという流れなんだと思いますね。もう一つ今日そこまで話がいかなかったテーマで、日本ではいわゆるその中身がよくわかんないんだけど、言葉としては核シェアっていう議論が起きております。これについてお二方の見解を聞かせてください。核シェアリングというのは基本的には抑止力と、あと同時に国民が安心するためのものなので。ごめんなさい、よくわかんないですが、核シェアの中身はどういうことなんですか。核シェアといっても、その要するに今の NATO で行っている核シェアリングが全てではないと私は思ってますが、今ヨーロッパで行っている核シェアリングということで言えば、そのアメリカが核弾頭をヨーロッパに配備して、そのヨーロッパの一部の国がその核弾頭を使った空爆を行うというような取り決めですね。で、ところがその核弾頭の管理権は常にアメリカが保持していて、そのアメリカと、まあ、例えばドイツが合意すればアメリカの核弾頭をドイツが運んでその核を使った空爆をしますが、アメリカが使いたくなければ使うことはできない。逆にドイツが使いたくなくてもアメリカは自分の飛行機であるいはミサイルで核攻撃ができる。まあ、その意味でその核共有をしてても、そのやってる国には拒否権もないし単独使用権もないというものではあります。それを聞くと、先ほどの話で現実にアメリカはもう末端の部隊どころかガムにも配備しなくて核兵器を本国に下げちゃってる状況の中で、日本に核兵器を置くことの戦略的意味ってそんなになさそうな気もするんですが、今例えばこの2022年の NATO における姿が唯一の正解、あるいは唯一の姿だと思う必要は絶対になくて、例えば2014年のクリミア併合以前ではヨーロッパでさえ核弾頭を米本土に下げて、でその上で
有事の時には共同作戦をやるみたいな形というのは議論されていたので、決してその、今ヨーロッパで行っている形が今日米同盟でできないから、いや、これはできませんねというような形で考える必要はない。ただし、最初に申し上げましたけど、要するに、核共有で一番重要な効果って国民が安心することなんですよ。で、ところが国民が何をすれば安心するかっていうのは、それは役人が決めることじゃないし、専門家が決めることでもない。それだから国民自身の手で何が欲しいか、何があれば自分は安心して眠れるのかってことを、ある種議論して、納得しないと、答えにはならないってことだと私は思ってます、ね。なるほどね。秋山先生いかがですか？はい、共有、何共有するのかっていうことで言うと、その NATO の文書の中とかでも、その能力と意思決定と、それからリスクと責任を共有するって書いてあるんですよね。ですから、これ高橋さんの発言ついで言うと、その国民が安心するっていうのは、同時に国民がどんなリスクと、どんな、責任を、背負うのかっていうことも一緒に考えていく必要があると思うんです。で、これまでやっぱりその日本で、核の話でタブーとされてきて、で、それについて議論することって避けてきたと思うんですよね。で、逆に避けてきたからこそ、核兵器に対する、なんていうのかな、幻想みたいなものも、残っているし、だから、その核兵器を過大にも過小にも評価することなくて、で、どういうものなのかっていうことをしっかり理解した上で、我々としてはそこに、我々の安全保障にとって役割があるのかないのかっていうことをしっかりと議論していく。で、その中で、何が一番我々にとって安心なのか、で、果たしてそれが実効的なのかっていうことを、やっぱり、リズムで話していく必要もあるような気がするんです。だから、声が大きい人が、一番、意見が通るみたいな感じの議論っていうのは僕、あんまり良くないなと思ってるんですよね。ぶっちゃけお二方は、今議論されている中身における核シェアリングっていうのは賛成なんですか、反対なんですか？私は、反対ですね。反対というか、今、どういう議論されているのか、いまいちなんか雲を使うのか見えないんですけど、おそらく、アメリカと日本の間で、どういう状況になったら、どんな風な、作戦を運用していくのかということについて、しっかりと議論していく。で、それが、一番、安心を得るようなことだと思うんで、で、その中には当然ながら、どんな状況だったら核を使わざるを得ないのかということについても、お互いに理解をするっていう必要があるのかなと。そういう意味での、それをもし核共有というならそうだろうし、少なくとも意思決定というか、に至るまでのいろんなシナリオについて、あるいはシナリオもあるのかわかんないですけども、議論していくとか共有していくっていうのが大事かなと思ってます。なるほど。高橋さん。私は国民が望むなら反対はしません。それを反対すべき立場にないからです。それはだから国民が決めることですね。で、もう一つは、やっぱり20年前と我々は安全保障環境違うんですよ。今は北朝鮮はおそらく日本に届く核ミサイルを持っている。で、中国は確実に、もちろんアメリカに対するミサイルを持っているし、あと15年もすれば1000発以上の ICBM を持つと言われていると。その状況で20年前と拡大抑止のメカニズムが同じでいいという結論には絶対にならないはずで、で、またそれがその2022年における NATO でやってることと同じとも私は思いませんけれども、繰り返しますけど、国民が支持するなら私は反対しません。そうですね。公務員として 100% 正しい答えですね。公務員でなくても私そう言うと思いますね。それは専門家が決めることじゃないですから。国民の総意で決める。はい。だからその中には、もちろんその核兵器持っただけで OK とか、そういうなんか短絡的なところじゃなくて、どう守るかであり、で、通常兵器今の自衛隊じゃ本当に守れるのかとか、そういうところまで含めての議論をやっていかないと本当はいけないということ。そうですね。だからそこは正しい情報に基づく議論が行われる必要があるので、そこは専門家の仕事はあると思いますけど、専門家はこうすべきだとか、この核共有間違ってるみたいなことを上から目線で言うのは、それは専門家の傲慢ですよ。私はそういう同業者は大嫌いです。全てテーブルの上に置いて、こうだったらどうですかっていうのを専門家の人に聞いて、こうだよって教えてもらうっていうのを繰り返していくと、そうするとこれから先もメディアに出たりとか本を書いたりとか、お二人ものすごく仕事が増えますね。いや、メディアに出るかどうかは分かりませんけど、それが仕事ですよね。それが仕事ですから。正解はないし、はい、もう常にアップデートし続ける。ええ、
まあ、要するに、こういう問題についての専門家の見解っていうのは、マークシート式問題集の別冊回答ではないので、あくまで論述問題集の回答例でしかないので、まあ、逆に言えばそういうつもりで聞いてほしいと思いますね。志望さん。いや、難しい。なんと本当に最近つくづく思うのはさ、よく終戦記念日なんか近づくとさ、これぐらい戦争は悲惨だとか、核兵器はこれほど恐ろしいもんだって、特に核兵器はこれほど恐ろしいもんだって、すごく平和志向の皆さんが頑張ってらっしゃるじゃないですか。私はその善意はとっても認めるんだけど、それを聞きながら、それだけ恐ろしいもんだから持ちたいと思う奴がいるっていう、その現実に我々はやっぱり対処していかないと、やっぱり理想論と祈りだけではどうにもならないこともあるわけで。今回のウクライナはそれが証明されたような出来事ですよ。本当に、ちょっとプーチン何とかしてください。プーチンを何とかできるのはメディアですよ。あ、いやじゃ無理です。メディアが情報をロシアに伝えていくことが大切なんです。ああ、で国際世論であったりとかが、秋山さん何とかしてください。いやでも、いや今のメディアの話で言うと遮断されてますよね、プーチンおそらくメディア。自分でもしてるし。だって、身内の話すんだって10メートルぐらいしか離れないと喋らないんでしょ。どうしようもないでしょ。辛坊さんに言ってもらうしかないじゃないですか。いや、まあ、そんな無理してるんだからもう。だって、入国禁止リスト入ってないんだもん。いや、もうさ、ね、なるほど、今日から入れてください。ロシア大使館の皆さん、無視しないで。最後に一矢報いられました。お時間になりました。今日は、一橋大学大学院法学研究科教授の秋山信正さん、そして防衛省防衛研究所政策研究部防衛政策研究室長の高橋杉雄さんと、一緒にお送りいたしました。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ズームミュージックリクエスト、お送りしているのは千葉県市原市にお住まいのキララさんからリクエストをいただきました。ここにいるよフィーチャリング青山テルマソルジャ、ソルジャさんというね、はい、ラップのヒップホップのアーティストの方が、はい、青山テルマさんをフィーチャリングして、うん、という、はい、ややこしいね説明が。そうですね、こういうのね。そうでしたね、はい、だから今聞こえてるこの男性ボーカルの部分はソルジャさんと、こういうことになっております。はい、はい、てなことで、ね、スペシャルでお送りいたしましたけれども、いかがでしたでしょうか。お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレーボール、そして6時からはショーアップナイタースペシャル、いつでもみんなのプロ野球ラジオペナントレースをお送りします。そして明日の朝6時からは、はい、飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターは外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。まあ、ウクライナ情勢もそうですし、総理はね、イギリスに行ってジョンソン首相と会談をし、そして帰ってくるというところでありますので、まあ、その辺の、一連の外交についても聞いていきたいと思っております。まあ、引き続きね、今日の続きを明日で決着つけといてください。どうしたらプーチンを止められるのかという、三宅さんに言ってもらおうか。辛坊さん、辛坊さんって声が上がってましたよね。私ダメです、近々入国拒否される。いや、何言ってるんです、まだ大丈夫です。そうっすか。はい、そして明日朝8時からね、私も出ます、春風亭一之輔さん、あなたとハッピー、はい、明日のメールテーマはなんでやねん、どないなってんのです。なんだそりゃ。よくわかんないですけど、そのさ、なんかゾクッとする関西弁やめていただけますかね。そしてズームはね、阿比留大輔さんです、月曜日、辛坊治郎ズーム、はい、そこまで言うか、はい、ここまでの相手は辛坊治郎と、すいません、飯田浩司でした。来週も聞いてちょうだいねー。